皆さん、こんにちは。ウクレレマスクマンでございます。いつもマスクマンのチャンネルを見ていただき、ありがとうございます。今日は、ブスッと笑えるお話。また最後までよろしくお付き合いください。舐めたらあかん。舐めたらあかん。コロナを舐めずに家にいて。休日の過ごし方。タイトル。隣の家のバツイチ兄さん。センターへ タイトル、採点に困る子どもの回答。問い、次の言葉を日本語で書きなさい。ソーシャルディスタンス。回答例、家庭内別居。タイトル、こんな映画は嫌だ。議事堂の中の懲りない面々。タイトル、学校の先生。去年、家に帰って自習を。今年、家に帰って自粛を。タンスに入れてあったドアは、ゴンギツネ。あなたの折り紙付きの童話は、鶴の恩返し。タイトル、番長。てめえら、幼稚園朝がけって言ったって、夜はうちにいて、朝は崖に行く、崖マニアの十津川警部ってわけじゃねえんだよ。タイトル、〇〇に言われても。今日は腹を割って話しようや、ってムキムキのボディービルダーに言われても、もうすでに腹割れてるし。タイトル、僕たちはずっと一枚岩ですと誰に対しても二枚舌を使う三枚目。タイトル、うまいこと。本棚の本がキツキツやったからだいぶ本を間引いたらすっきりした。抜本的だ。タイトル、答えにくい子どもの質問。ねえパパ、最近高齢者の人がアクセルとブレーキを踏み間違って事故を起こすニュース多いよね。その人たちは免許返納してるんでしょ？だったらなんで菅総理は免許返さないの？これだけアクセルとブレーキ踏み間違うやり方ばっかりして。番長、てめえら、毎日小学生新聞って言ったって、毎朝届く新聞が小学祭ってわけじゃねえんだよ。タイトル、うまいこと。こんな会議で、本当に大事なことを決まるんかな。えらい懐疑的やな。タイトル、うまいこと。敵のアジトにどうやって乗り込もう。
パラシュートが効果的かと。巣ごもり。オードリー・ヘップバーン主演。タイトル、ティファニーで朝食のテイクアウトを。薬のリスク。ずらが飛ぶような恐怖の朝も、会社に出かける親父は偉い。おしょう。クイズです。福原愛さんがやっていたスポーツは卓球。ピンポーン。ちょっと顔貸してと言われるたびに顔を一つずつ貸して、知人に大丈夫と聞かれ、大丈夫、あと3個残ってるからと答える11面観音であった。鶏が先か卵が先か、命が先か経済が先か。井上陽水、心模様。いや、井上陽水、コロナ模様。タイトル、うまいこと言わんでええねん。やっと彼氏からスペアキーもらえたわ。合鍵やね。タイトル、あったら怖い。いや、あるかも。飛沫対策のため、LINE での会話を義務付ける居酒屋。タイトル、うまいこと。総理は安心安全って言葉使いすぎやと思わへんか？だから言葉の意味が安易安直になってんねん。つうらしい。タイトル、番長。てめえらオンライン授業って言ったって、床に引いた白いラインの上に生徒が座って授業を受けるってわけじゃねえんだよ。愛すべき先手観音様。コロナのワクチンを打つことが決まったが、千本の腕のどれに打つのか、どの腕も嫌がったため、阿弥陀くじで決めることになったものの、千本の線をたどるため、決まるまでめちゃくちゃ時間がかかる先手観音様であった。日常のさりげないネタ。官房長官は風邪をひいたらしい。10分もあれば十分です。窓の下にもアクリル板。知る人ぞ知るスープの名店。
窓の下にもアクリル板。今日はこれでおしまいでございます。また次回お会いいたしましょう。さよなら。